ギマランイスは、ポルトガル北西部のブラガ県にある都市、ポルトガル王国初代国王アホンソ一世が当地で誕生していることから、ポルトガル発祥の地、ポルトガル王国の発祥地と呼ばれる、都市の中心部である、旧市街は南北に約850メートル、東西に約250メートルの狭い区域であり、ポルトガル王国の建国後に建てられた歴史的建築物が並ぶ、 エスプレッソが身による調査で、ギマランイスは、ポルトガルで2番目に住みよい環境の街であると、評価された。2001年、歴史的文化財を残す、ギマランイス旧市街は、ギマランイスの歴史地区として、ユネスコの世界遺産に登録された。また、2012年にはこの年の欧州文化首都になっている。ギマランイスの名前は86、868年に、 最初のポルトゥカーで白漁を築いたビマラペレス伯爵の名前に由来する。1095年、ブルゴーニュ家出身のアンリド・ブルゴーニュは、カスティーリア・トレオンの王アルフォンソ6世の娘テレサと結婚し、ポルトゥカーで白に封じられた。1109年6月25日、エンリケとテレサの息子であるアフォンソ・エンリケスが、ギマランイス城内で生まれた。1128年、アフォンソ・エンリケスは、 創始国カスティーリャ・レオンの国王アルフォンソ7世に反旗を翻して、これを打ちまかし、ポルトゥカーで公爵として独立。その後、オーリッ家の戦いでイスラーム勢力に対象すると、1139年、木に乗じてポルトガル王アフォンソ1世を称した。1143年には、ローマ教皇の仲介によってアルフォンソ7世もアフォンソ、エンリケスのポルトガル王位を承認し、 これをもってポルトガルはカスティーリアレオ王国から正式に分離独立を果たして対等の国家となった。アフォンソ・エンリッケスは1139年にブルゴーニュ王朝の初代国王に即位したことになる。1147年、アフォンソ一世はリスボンを陥落させて王国の半島を一挙に拡大させた。王国要蘭の地となったギマランイスには、その後、 規模の大きい建造物が立ち並ぶようになった。近代を迎える頃になると中世都市から近代都市へと変貌してゆきながら、しかし中心部だけは中世の街並みが維持され続けて今日に至る。このような歴史的建造物の中には14世紀に建てられた市民の家屋も含まれているが、それらは1階が花崗岩、2階以上が木の枠組みで作られた伝統的建築物であり、 今も人々が住まう現役の住宅である。ギマランイスの歴史地区は、ギマランイスの中心地区である、旧市街のことであり、2001年、この名で、ユネスコ世界遺産に登録された。ギマランイス歴史地区とも言う。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ギマランイス上、第三代ポルトカーレクヘルメネギルド・ゴンサレスの、家父として、 生務を引き継いでいた夫人ムマドナディアスは、950年と951年に受けた典型に従ってこの地に修道院を設立したが、バイキングの襲撃から町と施設を守るべく、959年にギマランイス城を築いた。1109年にはポルトガルに栄光をもたらすアンホンソ、エンリキケスがこの城で生まれている。28メートルの高さの塔を持つ。 サンミゲル教会アフォンソ・エンリケスが洗礼を受けた教会、ギマランイース城の下にあり、12世紀に建立されたロマネスク建築の建物で一度壊れたため、20世紀になって再建されたノッサセ・リョーラだ。オリベーラ教会ロマネスク建築とゴシック建築が融合した教会であり、教会前のアーチは1340年に起こったレコンキスタ戦争であるさ。 ラードの戦いの戦勝を記念して1342年にロマネスク様式で建てられた。外部構造物は14世紀から15世紀にかけての間にゴシック様式で改築されたが、聖堂内部は初期の様式を止めているアルベルト・サンパイオ美術館、ノッサ・セニオーラダ・オリベーラ教会の修道院部分を利用した美術館、14世紀ロマネスク様式の回廊を持ち、 回廊の周りには展示室がある。ブラガンサ公爵館、ジョアニ一世の息子で、初代ブラガンサ公爵となったドン・アホンソによって建てられた宮殿で、中世後期のフランスは、ブルゴーニュ地方の影響を強く受けた、15世紀ゴシック様式の建築物である、ポザーダ・デ・サンタ・マリーニャ・サンタ・マリーニャ・ダ・コスタ修道院を利用したポザーダ。これらのほか 中世に由来する歴史的建築物及び建造物が中央地区でよく保存されており、物件数はおよそ6十に及ぶギマランイスとの間に姉妹都市やその他類似の名約を交わしている地方自治体を歴史する日付は名約締結日。現在のギマランイスはポルトガルの中でも随一の工業都市であり、織物、靴、金属機械の生産を主要産業とする。 プリメーラリーが所属のプロサッカークラブ、ビトーリアイスシーは、ギマランイスを本拠地とした1922年創立のクラブであり、当地にて1999年に建造された、エスタディオ・ディ・アホンソ・エンリケスをホームスタジアムとしている。2012年、欧州文化首都事業のプログラムとして、映画、ポルトガル、ここに誕生すギマランイス歴史地区が制作された。旧市街は、区域全体が、 ユネスコ世界遺産、ギマランイスの歴史地区であるが、近年の建造物が登録物件に含まれるかどうかは不明である。ここでは、間違いなく登録物件であるものに印をつける一方で、近年の建造物、すなわち登録物件に該当しない可能性があるものには、印をつけないこととする。ありがとうございます。